はい、ハーフ終わってここまでマッチプレー、ハンディいくつだっけ、11ホール全体で11ホールで11、前半は6個、ハーフ前半は、ハンディがあってここまでイーブンです。後半に向けて天気も良くなったんで、なんか一言抱負を。チピン出さないで頑張ります。バーディー取れるように頑張ります。はい、頑張ってください。後半非常に綺麗なコースです。ここは10番ホール、非常に雄大で景色がいいところで有名です。ここまでイーブンで、マッチプレーイーブンで竹内さんのティーショットです。真右からの強烈な風です。もう右から池を避けて大きく右に逃げて、ドローボールでフェアウェイに戻して、お、入っちゃったよ、あれ、もっと風吹けてよ。右の奥のバンカーに捕まった感じです。入っちゃったよ。はい、10番ホール、モイカプロのティーショットです。ナイスショーと真ん中、さすが、すごい、狙い目がすごい完璧です。完璧。竹内さんのティーショットは右に曲がって174ヤード、旗まで174ヤードですが、オーバーは池に入るので160ぐらい打つつもりです。7番ユーティリティです。ちょっと手前から入った感じで、飛距離100ヤードぐらい右のラフです。156ヤード、7番アイアンでいきます。ショートサイド狙いました。おっと、あ、止まりました。残り71ヤード、かなりの追い風です。 60ヤード、すごい追い風。左奥落ちると池です。ちょい短いかな、大丈夫、まあまあですね、ちょい短いけどまあまあです。モエカプロのボール、セカンドショットは左手前のバンカーです。ああ、まあまあですけど、ちょっと 3,4 メートルオーバーですね。フェアトレンド下り、ナイスパットですね。ボギーで、ボギーで上がれそうです。モイカプロのサンドセーブパーパットです。ナイス、ナイスサンドセーブ、ナイスパー。11番ホールパー5、強烈な向かい風で、こっから579ヤードなので、プロといえどもパーオンがかなり難しいです。ナイスショー、ナイスショットです。やっと届いたぐらいじゃん。11番ホール、ロングホールです。向かい風、おっと微妙かな、これ微妙、砂漠越えたか越えてないか。超向かい風、ロングホールセカンドショットです。もうちょろってしまいましたが、フェアウェイ真ん中、ダフリトップに曲がりなし、格言通り。モエカプロティーショット、いいショットだったんですけれども、わずかにフェアウェイを外れて、ここのラフです。セカンドショットです。パー5セカンドショット、ナイスショー、風に負けない低い球、ナイスショットです。竹内さんのサードショットです。まだまだ200以上あって向かい風なので、3オンは諦めです。刻みます。刻んでちゃって届かない、
うん、まあ問題なく向かい風なのでランで問題なし。4打目勝負です。4打目勝負。竹内さん136ヤード右真横から8番ヤンです。右真横の風です。4打目です。これはチーピン系で砲台グリーン左下に落ちました。モイカプロここに3打目ここに出ました。今から4打目です。ちょっとオーバーです。竹内さんのショットは4打目でここに来てます。乗って5オンです。乗ってカルロス5オンです。でかい引いて、あーでかい。竹内さん5オン、モイカプロ4オンで2人とも2メートルぐらいの距離を残してます。これから竹内さんのボギーパットです。惜しい、ダブルボギーとなってしまいました。モイカプロ寄せ1のパーパットです。惜しい、ボギーです。狙い目に2台目で悩んでる検討中のモイカプロ。12番ホールパー4、モイカプロのティーショットです。ナイス、ちょっとやや右ラフですね。あ、跳ねて見えました。あのバンカーよりも右ですね。ただ最短距離12番ホール竹下のティーショット、右後ろからの追い風です。ちょっとダフり気味だけどまっすぐ、ナイスショットです。狙いどき142ヤード右後ろからのかなり強い追い、右からの9番アイアンで打つそうです。無理、クラブを変えます。142ヤード、ちょっとライが悪いので8番でいきます。9番から8番に変えました。ちょっと左に、芝生に食われて、まあ、距離は足りてるけど左に行ってしまいました。ちょい口下ろしの風は強烈、はい、126ヤード打ち下ろし、風は強烈な右からの風です。セカンドショットです。お、いいよいいよいいよ、これドローかかっていいよ、ナイスですね。トモエカプロセカンドショットを左に曲げて残り15ヤードぐらいの3打目です。わっと上げました。まずまずですね、ナイスです。竹内さんバーディーパット、7メートルほどのバーディーパットです。あれ、おーバーディーきました。モイカプロ1メートルのパーパットが残ってます。関係ないね、マッチプレーだからね。まあ一応、はい、いきます。一応練習で、ナイスパー。そっぽいかプロ。うわ、すぐ食べちゃうこいつら。そのリスにあげないの。あ、もうないのか。あ、ごめんね。はい、強烈な風です。左後ろからの8時の方向からの
強烈な風です。やや左ドッグレッグのパー4です。ナイスショットです。フェードしてますね、珍しく。カートパスの方向です。もう一回ティーショットです。左ドッグレッグパー4。ナイスショット。竹内さんのボールは右に曲げてフェアウェイからちょっと外れた。120、128ヤード、140打つそうです。左前方からの向かい風です。ドローがかかりません。おお、でも右、おお、左に跳ねてギリギリ乗ったかもしれません。残り80ヤード、モエカプロセカンドショット、60度でいきます。もういい感じだけど風で右に、あー、ちょっと足りなかったですね。竹内さんのセカンドショットは右に、右に曲げて砲台グリーン右に落ちました。左なんて気をつけます。ちょっと残しました。3メートルぐらい残しました。モエカプロの3打目です。砲台グリーンほぼ乗ったんですけれども落ちてきました。さすがです。1メートルにつけました。竹内さんのパーパットです。下りのグラインです。違う、引っ掛けた。まあ距離はぴったり OK です。モエカプロ1メートルの3打目ここに寄せて1メートルのパーパットです。ああ珍しい、ボギーボギーで別れです。これはジョシュアトゥリーという砂漠に生えているサボテン系の植物です。パー3にやってきました。強烈な向かい風の170ヤード、強烈な向かい風のパー3です。モエカプロクラブは7番ウッドです。170、強烈10ヤードしかないのに160、強烈な向かい風です。あ、すごい。ナイスショー。おー、なんか良さそう。俺が止まってる風に見える。おー、ナイスショー。いやー、すごいね。プラス35。5番ウッドで打ちます。右に押し出してフックがかからずそのままバンカーを越えて斜面に止まってます。竹内さんのティーショットは右に押し出してグリーンから落ちてます。20ヤードちょっとのセカンドショットです。感じだけど止まりません。ちょっと足りなかったです。 OK が出てモエカプロ2パットのパー。竹内さんは3メートルぐらいのパーパットを残してます。惜しい。ボギーです。